たい。イサナミ。我は全てを返すもの。闇の深淵へ帰る。イサナミ。六郎、まだ起きてはならん。この闇は、イサナミが。すべてが闇に飲まれる前に手を打たねば。無理をするな。まだ体が動かぬだろう。主の手を煩わせるなど故障の治れ。しかし、このなくしためにあの時焼き付けた出雲の予言、私はどうしても行かねばなりません。六郎、急ごう。若、ありがたく存じます。イサナミ。このまがまがしさ、素晴らしい。イサナミ、彼女こそがこの世界さえも滅ぼす闇の力を持った殺戮の神ですか。違う。すべて海。違う。黒い私がどんどん大きくなる。なるほど、これはいわば制御装置。ならば、このくしみ玉があれば思いのまま操ることができる。ハンザー！くしみ玉さえ取り返せたらツコンタンが見え見えですよ。っていうか、なんすかそれ。殺す気で来なきゃ叶うわけねえでしょ。ぬるいトトンを組むもんだからこんなことになるんすよ。仲間だ同士だとお優しい関係を求めるから結局弱えっつーね。忍びが頼むのは己のみ。いかなる時も信じられるのは己の技、己の肉体、己の感覚。それを忘れた君が俺の相手になる？笑えねえんですよ。かわいそうな男だの。己しか考えられぬものがその力を手に入れて何とする。何がしたい？この素晴らしい力を懐に入れておきながら使おうともしないヘタレよりはマシなことをしますよ。己のことしか考えないからこそ純粋に使えます。そもそもあなたには過ぎた力です。上に立つ者なれど非情さのかけらもない、実に優柔不断。これは致命的です。氷がやすやすと潜り込めたのもあなたの程度の低さを物語っていますよ。わしは懐が広いのでな。あの女、こっちがでっち上げた餌にまんまと釣られて祖国復興だのと夢物語に寝言吐いてよく働きました。まあ道具としてはなかなか優秀でしたよ。てめえが言うな。アナはてめえの道具になりたかったわけじゃねえ。自分の譲れねえ大事な何かのために命を張ったんだ。てめえなんかに一生わかるはずがねえ。サイゾー、虚しい叫びっすね。そこで這いつくばって見てるがいいですよ。あの闇が俺の手に落ちる様を。そううまくいくかよ。調教すればなんとでも。この純粋な破壊の力、純粋な欲望を持った俺にふさわしい。さあ出てこい、イサナミ！イサナミ！なぜだ、くしみ玉さえあれば意のままになるはず。闇に帰る！
半蔵、クシミタマを拒んだ。六郎、六郎さん、出雲の地下にあった予言、闇の力が再び地上に現れた時、九つの根源の力を持つ者の命を持ってそれを封じよう。あれが本当ならば、出雲の予感、あの秘文か。私は右目を失ってしまいました。しかしそれでもなお水の根源の力を持つ勇士の一人、この命を持ってわずかでも闇の力を封じることができるならば。六郎ならぬ。雪村様、どうかこの六郎の最後の勝手をお許しください。六郎、六郎最初、俺たちの命と引き換えにこの闇の力を沈めろってのか。上等だ。最初、半蔵の最後を見たであろう。あれはもうイサナミではない。むやみに手を出せばお前をも滅ぼす。イサナミだ。考えなしに行動して面倒ばっか起こしやがって。図体がでっかくなっただけで何も変わっちゃいねえだろ。余言だ。そんなもんに振り回されてたまるか。最初、俺は俺のやり方でこの暗闇に切れ目を入れてどつき起こしてやる。イサナミ。イサナミ、いい加減目を覚ましやがれ。みんなてめえを待ってんだよ。勇士ってつながりがあったか。俺たちはどんな敵とも渡り合えた。それこそが俺たちの強さなんだ。運命だとかよくわかんねえし、どうでもいいが、てめえがいたからてめえを中心にまとまった気がすんだよ。イサナミ、てめえがいねえといつまでも一つ欠けたままだろ。参上。才蔵が、これが本当にお前の望みなのか。イサナミ、イサ、神とは人を救うもの。その神に仕える我らが人を救うのは当然。人を救うなど思い上がるな正解。神だとて万能ではない。では神とは何だ。仏教じゃ念仏を唱えるだけで救われると言うじゃないか。こんな狭苦しい神社に縛られているからダメなんだ。俺は出ていく。自分で神を見極める。お兄ちゃん、どこ行くの。磯波、もう暗いよ。お外怖いよ。大丈夫だよ、イサナミはいい子で待ってな。うん、じゃあお土産買ってきてね。あの時は笑顔だった。それは変わらずずっとそこにあると思っていた。災難だね。みんな死んじまったのかい。いや、巫女が一人生き延びたらしいよ。探されば、悟りを開いた拙僧が救ってやらねば。笑って待っているイサナミよ。だがこれではもう拙僧の信じたものは。諦めるな、おっちゃん。おいらもいる、頼ってみなよ。拙僧は敗れたのだ。信ずべき神々に見放されたのだ。それなら仲間を。おいらを信じなよ。力を合わせればあんなやつ。よし、できた。デンマルチルシカラクリ炸裂剣、日の影寿司。これはガキ、悪あがきは済んだのかい。
撃て、おっちゃん。なんなの？闇が虫どもを狂わせたか、サスケ。ダク。即決着。甲賀飛翁騎、万国殺。ぬるい技をこの海王に通用すると思いまして。動けばさらに食い込む。ダク。避ける。顔が、私の顔が。いや、せめてもの情けだ。すぐ楽にしてやる。望み通り痛みを与えてやったぞ。もう聞こえてはいないだろうがな。久しぶりだ、この感覚。いいぜいいぜいいぜ。たまんねえな、この赤い世界。てめえにも見せてやるよ。どうだ、たまんねえだろ。もう聞こえねえか。返してもらう。激烈方向、しびれるほど良かったよ。俺様の技を知らなかったのが運の尽き。氷を砕くくらいわけないさ。刺激が強すぎて言っちまったか。まあ俺も血流しすぎて立たねえからおあいこだな。なんだ、意外とあったけえじゃねえか。必ず戻ってこい、斉藤。生きてる。こいつの効果がなくなったわけじゃないんだな。イサナミ。斉藤。立ち去る。怖いよ。だったらなんでこんなとこに閉じこもってやがる。帰るぞ。力が欲しかった。千の命を奪う。私もみんなを守りたかった。何度でも奪ってやる。もうダメなの。私は人じゃないから、みんなを傷つけるしかできない。心が闇だらけなんだ。何言ってやがる。んなもん当たり前だ。心の闇なんて誰でも持ってる。お前だけが特別じゃねえ。私がいるとかける。上等だ。お前と出会ってこの方迷惑なんてもんにはとうになれた。急に潮らしくなんな。お前の押しつけがましいのも、妄想と思い込みが激しいのもどんとこいだ。今さら逃げんな。もう嫌なの。心が痛いの。心が痛いのはお前が人間だからだ。お前言ってたよな、いつもいつも俺のこと信じてるって。バカみてえに。あの言葉は嘘だったのか。人じゃねえとか闇を招く神だとか、そんなこと知るか。俺にとっちゃお前はお前だ。俺たちの仲間、重勇士の一人なんだよ。出てこい、イサナミ。斉藤、イサナミ。おっさん、やはりお前は光だったな。
バカ女。起きろこの野郎。あいた。雪村様、私。無事で何よりだ。さあ帰るぞ。はい。お前たちもご苦労だったな。みんな。どいつもこいつもいい面構えじゃねえか。偽物だったなんて。探したぜ。俺様の雷食らっておいてもう動けるなんて驚きだな。今度はあなたが追って。ご苦労様。どうとでもすればいいわ。お好きなように。見逃してやってもいいぜ。何を今さら。それは才蔵やサスケが許さないわ。そこは普通殿様がじゃねえのかい。そうね。今回ばかりは彼も許さないでしょうね。裏切り者ですもの。後悔はしてないわ。でも夢はついえた。もう何もない。何もないか。そいつはいいな。何もないってことはこの先は自由に何でもできるってことだ。一から始められる。でまずどうする？そうね。このひどい格好を何とかしたいわ。すべてを飲み込む闇の力か。もしそれが本当だとしても、そのような力求めるべきではない。そんなものを狙っていたとは。家康もよくよく物事がわからないアホだぬきだったのですね。しかし、我々は我々の力で何とかせねばなるまい。必ずや家康を叩く。楽しくなってきましたな。では雪村、次会う時は戦場で。ちゃっかり人を頭数に入れおった。本当の宝は櫛見玉じゃなくてあの小娘だったってわけだ。やりやがるな真田雪村。食えねえ男だ。しかし宝が分かっても迂闊に手出しは。正宗様、どちらへ。真正面から叩くのさ。石田三成やら直江兼続やらもまとめてな。戦を起こしゃいいんだよ。大戦、世界を揺らすぜ。自由に生きることがなぜ難しいんだろう。つらぎで十分だ。回ったで首を締めるお方さ。古く見えるが負ける気しねえよ。自由に生きることなんて難しいんだろう。どうまで耳を預けて後悔はない。この世は宝きシャラソウチュー。あの騒ぎが嘘のようだな。大蔵、今日こそやるぞ。夏まで遊ぶって約束だったろ。大蔵、釜之助は大蔵に夢中だの。しっ、釜之助だけではないか。イサナミもお前がおらんとうるさいからな。一つ聞いていいか。なんだ。おっさんは最初からああなることを見越して俺たちを集めたのか。そんなもん分かるわけないだろ。何しれっと言ってやがんだ。みんな死にかけてんだぞ。
もっと早くいろいろ聞いてりゃ。聞いてりゃ防げたか。あの力を手に入れようと躍起になる者はこれからも後を絶たないだろう。次はこれで済まないかもしれない。だがその時はその時だ。頼むぞ。結局勇士頼みかよ。なんかそれじゃおっさんの手のひらで転がされてる駒みてえじゃねえか。ムカつく。まあそう怒るな。わしにできるのはお前たちを信じることのみ。このわしだってもしかすると抗えぬ力に動かされている駒の一つなのかもしれん。戦国といううねりの大きな力に。みんなおやつ食べよう。おお、まんじゅうか。なんだそのアホみたいな量は。一人10個は食べるでしょ。お前はバカか。バカじゃないもん。10個かける11人は110個だもん。そこじゃねえよ。限度っつうもん考えろ。何よ、せっかく作ったのに素直にありがとうって言えないの。勝手に作っといて人に礼を要求すんな。つかましい女だな。 おい、サイゾー。貴様、イサラミの恋を。お兄ちゃん、お茶こぼしたら承知しないから。ほんま、お姉ちゃんこれすっげーうまいよ。でしょ。これから毎日作ってあげるからね。私、今日からおやつ係だから。おやつ係？なんだそれ。みんなの係も決めたの。何勝手に決めてんだ。レンちゃんはお風呂炊く係ね。人の話聞けよ。おいら火使うの得意だよ。てめえも乗るんじゃねえ。お兄ちゃんは力持ち係でしょ。おう、任せとけ。それもう係じゃねえだろ。かけいさんはお布団敷く係で。おう、見つけたぞ、サイゾー。釜之助は静かにしてる係ね。んだとてめえ。あまり、我ら、何言うの。帰ってよ、みどり。待て待て、もういい、やめろ。何を、一生懸命考えたのに。係は必要ないにしろ、この先10人の組頭になるものは必要であろう。だったら家計さんが。それがしは辞退する。上田を開けることも多いしな。じゃあサスケはどうだ。猿だからお山の大将やんのは得意だろう。気短すぎだろてめえ。問題外。ああ覚悟しろよこの猿。いいな、覚悟するのお前。やめなさい。一体急にどうしたの、サスケ。組頭、我じゃない。それ、お前の役目。切れた理由ってまさか。二度言う拒否。大蔵ずるいぞ。ったく想像しい城だね。くそ、いい度胸だこら。かかってきやがれ。